アズサ橋駅は長野県安曇野市豊品高家にある東日本旅客鉄道大糸線の駅。駅番号は38。旧駅舎現在のホームは1967年に鉄道橋の掛け替えのため移転している。名の通り駅東側のアズ川に架かる鉄道橋が由来。またこの時は国道147号が開通しておらず、対岸へは 鉄道が唯一の移動手段だった。ホーム、J より、北安住の端式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、島式ホーム一面二線であったが、現在、北側ホームは、事業用車両の留置線になっている。二線はあった頃のもう一つの橋の支柱の一部が川に落ちている。引っ込み線もある。森土上にあるため、ホームへは地下道を通る。 豊品駅管理の簡易宅駅でポス端末が設置されている。大井戸線では珍しく発車ベルが設置されている。しかし、スイッチの位置の関係で使用されるのは上り3両編成の列車の時のみで、車掌によっては扱われないこともある。ホームには、J より北安ず野の看板と地元の人たち等で構成された、あずさばしりんごクラブが手入れするりんご並木がある。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は429人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。